東温市は愛媛県中予地方に位置する市。愛媛県の市では唯一海に面していない。東温市主要部周辺の空中写真。2010年5月1日撮影の20枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。白海は松山市。 今治市の両方の境にある。なお、高輪山系の内含山から東三方が森までを含連邦を更が霊連邦の内赤木山から更が峰までを東温アルプスと呼ぶ。東温という名称は少なくとも戦前より使われてきた呼び名であり平成の合併時の造語ではない。もともとは 現在の東温市と松山市のほぼ全域に相当する広大な面積を占めた温泉群のうちの東部地域という意味で具体的には現在の東温市域及び松山市をの、久米、石井、久谷、受けな地区一帯を指した。また合併以前より旧青年学校、家政学校、県立高等学校、消防署、ライオンズクラブ等の名称にも用いられてきた。 ちなみに、温泉群という名称は、道後温泉にちなんだもので、道後温泉は、市名の一部に痕跡を残していることになるが、東温市内にあるわけではない。なお、地元住民は、東温を慣習的に、東温と発音することがある。ローマ字表記には、トゥーン、東温、東温、ドホンなどが用いられている。2001年12月に、重野部長、 川内町それぞれで合併に関するアンケートを実施し、両町とも合併に前向きな意見が多数を占めた。両町の議会で協議が重ねられ、2003年3月27日に、茂野部長川内町合併協議会が発足。5月末まで、両町在住の小学生以上を対象に新氏名を募集した。4900件の応募があり、 名称選定小委員会で以下の8候補に絞られた。は、応募数。第6回合併協議会で、委員30名による投票が行われ、東音市29票、温泉市1票という結果となり、新市の名称は、東温市に決定した。愛媛県松山南警察署温泉群の隣り合った、重野部長と川内町とが合併した。両町は、 重信川を挟んで市街地もほぼ隣り合わせであり、一体感があった。合併特例により、人口3万人以上で市に昇格できることも、合併の弾みとなった。人口比は、旧重信の町が2に対して、旧川内町が1であり、新設合併ながら、おのずと合併協議は、重信の町主導で進んだ。2000年春光の、 第三代目重信部長庁舎は、市町村合併が、行政課題となりつつあった時期に建設されたもので、あるが、広さに余裕があり、新しく使い勝手も良いことから、そのまま、市町舎となった。水稲麦、野菜、牡蠣みかんなど農業が中心。高速道路やバイパスなど幹線道路が発達しており、中小零細企業の工場や、食品加工施設も多い。 勤め人が多く、また、愛媛大学医学部、同付属病院もある関係から、医療従事者も多く居住しており、農村地帯でありながら、数字の上では、所得が高い。ただし、旧農村部では、所得が低く、地域格差が大きい。米作、麦、野菜、牡蠣、裸麦は、全国一の生産量を誇る愛媛県でも、有数の産地でもある。 2008年3月、同音ブランドドブロクトックが認定された。ドブロクを製造する、農家食堂や農家民宿の企業を促進し、地域振興を図っている。2017年の製造品出荷額等は777億円で、上位を、電気機械、生産用機械が占めている。電気機械では、川内地区に PHC ホールディングス市会社の、 PHC の本店、生産拠点が立地しており、血糖値測定センサなどの製造が行われている。松山市と隣接しており、高速道路などアクセスが良い環境であることもあり、電気、食料品など様々な工場が立地している。年に一度、市民運動会、駅伝大会などが行われる。1992年から川内町で開かれていた。 セルジオ越後杯争奪サッカー大会を新市発足後も継続。小学生がフットサルで対戦する。同時にセルジオ越後を迎えてサッカー教室が開かれる。このほかソフトボール、バレーボールなどが盛ん。市内に所在する東温市立重信部、中学校男子ソフトボール部は毎年夏に開催される全国中学校ソフトボール大会において、 2009年、第3位、2010年、第3位、2011年、準優勝、2012年、優勝、2014年、準優勝の結果を残しており、全国的に競合校として有名である。また、東恩高校男子ソフトボール部もインターハイにおいて、2016年、準優勝の結果を残している。松山市に通じる幹線道路や郊外電車などがあり、 交通は一通り整っている。愛媛県で唯一 JR 線が一切通らない市でもある。路線バス都市間高速バス市内を松山自動車道が通っており、松山から各地の都市を結ぶ高速バスが川内インターチェンジのバス停に停車している。川内インターチェンジ高速道路、一般国道都道府県道坊ちゃん、劇場、高畑歌唱対象ロマン館、 ありがとうございます。